アサティストはアメリカ産マレでイギリスで調教を受けた競争馬、シュ馬である。祖母はアメリカで14勝を挙げたナンバードアカウント。おじはアメリカの歴史的名品パーソナルエンスンの父となったプライベートアカウントであり、いとこにアメリカで G1 競争2勝のリズム。他にも近親には名シュボウッドマンがいる名品系の子孫である。4カ国で息長く活躍し、 引退後は日本で種ボバとして強要された。1987年10月のイギリスニューマーケット競馬場の未勝利戦でデビューし4着。3戦目で初勝利を挙げると自走 G3、カンバーランドロジステークスで重勝初制覇。その後もイタリアの G1 ジョッキークラブ対象優勝、イギリスの G2 ハードウィックステークス連覇、キングジョージ6世 クイーンエリザベスダイヤモンドステークスでは、柴田正人騎手が騎乗し3着など、芝コースの中距離戦線で活躍した。その後日本にも1989年の第9回ジャパンカップに招待されたが、ホーリックスとオグリキャップによる世界レコード決着の前に12着に敗れている。1990年の外戦門賞12着を、最後に現役を引退。 その後は日本に輸入され、2007年5月13日に亡くなるまで同国で種ボバとして活躍した。自身は芝コースでしか走っていないが、3区はダートコースに両石が偏っている。総じて万宣に見れ、ダートの中距離あたりで活躍する馬が多い。代表3区はフェブラリーステークスジャパンカップダートを買ったウィングアロー。2006年にアサティスンクで、 タネボが登録されているのは、ウィングアローとスマートボーイの2頭。ふとじは GIQ 競争。ありがとうございます。